チューです。あ、あったかいやろ。あ、めっちゃかわいい。めっちゃかわいい。いやなんかすごいのいいのこれハウス。何その顔。あったかいやろ。気に入ってるねちょっとね、うん、もうちょっと、ちょっと寝そうかな。ふわってしてる。あ、そうか、ここもあったかいでか。なんで寄ってるんやろうと思って。かわいいね。冬いいね。もうちょっと眠くなってんじゃない。うん、眠くなってると思う。この子に弱ぐらいでもいいかもしれない。もう気に入ってる。なんか寝そう。ちょっと静かにしてる。寝るぞ。寝るな。うん。やべ、寝そうやった。やばい。オンステージ。でもこれ猫好きじゃない。これでも高台をちゃんとあったらめっちゃ可愛いし、うん、あったかいし、で全方位があったかくなる。揺れてるもん。末猫お客さんとかだったらもうベッド敷いとけばいいよ、ね。うん、もうベッドドーンと置けばいいよ、ね。うんうん、でベッドの厚さでちょうどいい高さになるというか、うん、下すぎるとやっぱり音が、あの温度がやっぱり下の方が低い。うん、やっぱもうブランケット必要だよね、一応。あれ見て見て見て、寝るわ。フラフラしてる。これなんかすごいアイテムなんじゃない実は。ほら、あ、やばい、寝そうになってた。取っといたら、ちょっと怖いよ。ほら寝るよ、ほらもう時間の問題やね。なかなかのアイテムじゃない。ちゃん好きそう。なんか私が作業中にこれしてたら、うん、下に来そう。大丈夫とか。そうやな、うん、ピタってくっついた。ここはなんかもうクテンってなってる。うん、寝るわ。毛づくろいしてるの。てか私が入りたいその中に。なんかちょうどいいあったかさになってるわ今多分。見て。あらららー。あ、なるほど。気持ちいいやだと思う。冬使おうかな、ケージで。これバンザイ置くね。バンザイ意外と厚がりなのよ。厚がりなの、うん、見て見て、めっちゃ可愛くない。いや、寝たよ。あらららら、お腹も膨れたしね。揺れる。あ、可愛すぎる。
めん、音出しちゃった。寝るな、かわいすぎる。ちょうどいいよね、多分。我慢してる。やかましいな。めっちゃうるせえな。あれ、箱ひっくり返したでしょ。ああ、だからか、うん、全部出たから面白い。うわ、かわいすぎる。なんか音が気になってすぐ起きるんやけど、すぐ寝る。めっちゃかわいい。なんか王子様みたいになってる。
音ですぐ起きるんやけど、すぐ寝るんやって。終わったかい。